我々はどんな手段を使っても安倍政権を止めなければいけないんではないでしょうか。わもう一度政権交代を実現して、身勝手な自分勝手な政治を歪める安倍政権を退場に追い込みたい。それが今日皆さん方にご提案する根本にある私の問題意識であります。民進党の今の現状を考えたときに、どうすればもう一度政権交代を起こせるか、それを考えた挙句に末に私が皆さん方に提案をさせていただいております。仲間を大切にしたい、皆さん方とこれからも一緒に行動していきたい、そして地域で頑張っている市対議員、党員サポーターの皆さん方と一緒にもう一度我々の理想の社会を作る、そのために名を捨てて実を取る、その決断をぜひ皆さん方にご理解をいただきたいと私は思っています。解散が出されました、我々としては安倍政権をストップさせる、そのために常に言っておりました1対1の構図に持ち込むというところの結論を一定常任幹事会、上院議員総会でいただきましたので、そういった方向の中でこれからは取り組みをさせていただきたいと、このように考えております。私からは以上です。サンデー毎日の川野です。共産党との選挙協力についてお聞きしたいんですけれども、すでに共産党の候補票を取り下げた地区などありますけれども、そういった地区に共産党の対応というのはこれからどうなっていくんでしょうか。はい、北海道あるいは熊本において、県連でですね、民進党の県連でそういうお話をされてきたということについては認識をしておりますが、これは党本部にまだ挙げていただいておりませんでした。こういった問題は党本部で決めることでありますので、あくまでも都道府県レベルでお話をされてきたという認識で今おります。バズフィードジャパンの石戸と申します。前原さんいつも政策理念の一致が大事であるというようなことをおっしゃってました。掲げた社会像について下ろすつもりはないということなんですが、これが小池さんとですね、特にその安倍政権に対して90点とかっていう過去の発言がありましたが、そういうことを掲げてきた小池さんとどうして一致できると思ったのか、この最大の根拠っていうのは選挙戦略以外であるようでしたら教えてください。それともう一点、これまで掲げてきたオール・フォー・オール、井出さんの理論に非常に近いと思うんですが、この井出理論のに基づく社会政策っていうところで、希望の党側と一致できるというふうに思っているのかどうかっていうところをこれも教えていただきます。はい、2番目のご質問からお答えすると、我々の金看板であるオール・フォー・オールの、重要性については認識をしていただいている、これは確認をしております。そして例えば希望の党が掲げておられる原発ゼロを目指す、これはまさに我々が2030年代原発ゼロを目指してあらゆる政策資源を投入するということにシンクロするものであります。また地方主権、これは旧民主党政権の時に我々一丁目一番地と申し上げてまいりました。とにかく地方でやれることについては徹底的に地方でやっていくんだと、いうことについては、我々の考え方と、極めて近いものがあるのではないかと、こう思っております。また憲法についても、中身についてはいろんな議論がありますが、我々が用意していた今回の選挙の、政権綱領の中でも憲法改正項目をまとめておりました。我々はガチガチの護憲の政党ではありません。したがって憲法改正でも自由にその項目の中身について議論をしていきたいと、さまざまな点でこの共通点、方向性としては同じくするものがあるんではないかと、そういう認識でおります。時事通信岸本です。すみません、今の質問に関連なんですが、先ほど冒頭でも代表が言っていて、安保法制については違憲だということをおっしゃっていました。で、オール・フォー・オールの要というのはやっぱり消費税を増税することだと思います。両方ともその小池さんは消費税に対しては反対で、安保法制に関しては、容認する反対を示していますが、そこがどうして政策が一致するか、はい、
まずオールフォールの考え方は、私はどういうことを皆さん方に申し上げてきたかというと、もう法律で 2% 上がることは決まっていると、したがってそれを前提に組み替えをするという議論で、その支え合いの社会の強化というものを申し上げてきたわけであります。つまりは消費税が上がるという前提でありましたので、その財源規模を他に、例えば財源を見出すということになれば、別に消費税でそれを担保する必要はないわけでありまして、他のものについての財源を見出すということを行えば、我々がまずやろうとしていた社会像というのは、まず第一歩を踏み出せるということだと思います。したがって、その消費税についての意見が根本的に違うとかいうことではない。我々は繰り返し申し上げますけれども、消費税が法律で決まっていると、上がることを前提に、その財源を当てにして何をやるかということを決めていたわけでありますので、もし消費税にそれを頼らないということがあれば、新たな財源を見出すということの中で、それを実現するための取り組みは、我々は提言していきたいと、こう考えています。では、ボスが先ほど申し上げたように、我々としては違憲の疑いのある安保法制については、その部分は白紙、撤回をし、そして新たなものを作り、そして日米防衛協力の指針ガイドラインというのは、これ政府間で決めたことでありますので、これを一方的に政権が変わったからといって破棄をするというのは無責任だろう。したがってアメリカとの話し合いの中で、現実的にシームレスに、空白の生まれることなくしっかりと話をする中で現実的に対応していくということでありますから、私は矛盾は生じないと思います。頭まで失礼いたします。インターネットメディア IWJ の奇跡と申します。よろしくお願いいたします。先ほど前原代表は今回の決断について、安倍政権との1対1の対決に持ち込むための、決断だというふうにおっしゃっていましたが、希望の党に入っているメンバーの皆さんを見るとですね、松原仁さん、元民進党の松原仁さんであったり、それから、日本の心の中山京子さんという方々がいらっしゃいます。彼らは昨年の日本会議系の、集会などにも 出席をされていて、そこには安倍総理が自ら のビデオメッセージなどを寄せて応援もされていました。で、疑問なんですけれども、この希望の党というのは果たして本当に安倍政権に対する対立の勢力なのか、利用によってはこれは補完勢力なのではないか、そのように思われますけれども、その点はいかがでしょうか。日本会議に入っている議員がいるから補完勢力だということであれば、今の民進党も補完勢力になってしまいます。日本会議に入っているメンバーは今もおりますので、そうではないと思います。やはり内政外交安全保障政策において違いを示しているということの中で、我々は今は野党として、安倍総理に対峙しておりますし、小池さんもそういう安倍総理、安倍政権に対して対峙をするという立場を取られているからこそ、今回のような様々な動きが出ているということではないかと思います。